こんにちは。こんにちは。さあ本編に入る前にですね、はい、修正とお詫びとお知らせあります。はい、外国人スカウト、能力チェック、はい、前回のドラフトと同様に若干のミスがあります。はい、おバカさん佐々木です。はい、まあ、本当人の手でやってるんで意外とあと調べた資料に入ってないと抜けちゃうんだよね、はい、その外国人がね、はい、っていうところでね、みんな頑張ってるんですけど、だから皆さんと作り上げていく総チェックです。はい、今後もですね、うん、あれいたのにいないじゃん外国人、うん、この選手無印なの、はい、教えてください。はい、ね、そこからもう一回調べてコメントなんで、はい、その都度修正してみんなで作り上げていきましょう。はい、今日は楽天編ですけども、その前に一回、はい、点数 の、 修正、はい、1位阪神207点で、横浜修正入りまして、はい、同率で207点。おで3位修正入りまして、オリックス194点。オリックスめっちゃ伸びたじゃないですか。はい、ちょっとね、はい、忘れてる選手が大きかったんで、はいはい、でその次広島176点、日本ハム173点、ロッテ160点と、はい、こちらの点数に、修正されます。オリックスはね、大株主のニールさんが入ってなくてですね、はい、SG クラスがポンポンと入ってきたりとかですね、ーヤーナル D だったとかね、はい、いろんなプチ修正が入ってですね、変わっていきます。はい、これからも皆さんぜひ優しく教えてください。はい、お願いします。その都度ね修正して。ちなみに今日 の、 楽天会なんですけど、はい、私もちょっとうっかり忘れてて、うん、DJ ジャクソンってもう2020年に入った、うん、途中からね、はい、忘れちゃってて、コメントでは言ってないんですけどテロップには入ってるんで、はい、DJ ジャクソン途中からね、はい、まあ、調べたやつ抜けてるとね、若干そこら辺はその都度修正できる YouTube のいいとこですね。はい、皆さん教えてください。はい、ぜひこれからも教えてください。本編入る前に、はい、楽天編が終わると、はい、お正月から来るじゃないですか。はい、編集の作業も大変なんですよ。はい、であとですね、出さなきゃいけない動画もあるということで、うん、この楽天編が前編、はい、でお正月、年末からお正月にかけてはスペシャル企画が発動しまして、はい、で年明けから後編がまたスカウト始まりますんで、はい、皆さん忘れないで見てくださいね。はい、気長に待っててください。はい、ということで本編楽天編スタート。どうぞ。里崎チャンネル。じゃ。こんにちは。岡本さん。はい。呼ばれてますよ。あえて。あえてですか。あえてこういうデザイン。あ、デザインなんですか。はい。ちょっとなんかこうやって横切られたんだと思って。誰にですか。カッターとか。そういうデザインです。デザインなんですか。そうですよ、ちょっともう肩寒いんで、はい、腕出していこうと思って一部あれですよね、裏着てるわけじゃないですよね。どういうことですか。ポチポチピュルルっていうのがあるから。違います、これもデザインあ、デザインですかもう、わかんないですね、本当によくあるじゃないですか、はい、あれ、あ、T シャツがここにこうなって、ね、あります、あります反対着てたみたいな。でそういうデザインもありますからね。そうですね、裏っぽいデザインとかもあるじゃないですか。それはそういうデザインですよね。デザインです、はい、はい、おしゃれですはい、外国人評価ですよ、楽天、はい、ということで、はい、楽天はですね、2005年からの参入なんで、はい、2005年から取っていくんで、総得点は参考記録ですね。はい、でも最後に大シャッフルがあるんで、はい、そこではランクインしてくるんで、ランキング入れるんですか。入れます。こう足りないのに年数が。大丈夫です、はい、計算式で、はい、じゃあちゃんとまあ一応見ていって、ね、そうですね、一応見ていって、だってだから9からだから9、10、1、2、3、4、6年足りないですからね、はい、でもそれでもしっかりつけていきますけど、はい、2005年、はい、打者ルイス・ロペス、うん、D, D いたっすね。いました。うん、全く打たれる気しなかったですそうですか、でも一応レギュラーとして118試合出てる。それは仕方ないです、はい、このだって楽天できた時、はい、だってまあオリックスと近鉄が、うん、まあ近鉄が消滅して10球団になるかもしれない、はい、でロッテはダイエーと合併するかもしれないって言われてたんですよ、はい、でそれがまあ最初はね西武とロッテって言われてたんですよ、はい、でそれがなんかうまくいかなくて、今度ロッテとダイエー、うん、2004年だから、はい、で韓国に近いしみたいな、うん、ってなって、まあ、それもうまくいかなくて、でダイエーがソフトバンクになったんですよ、はい、で10球団構想がまあなくなって、まあ、ライブドアとかあったりね、はい、堀江さんとかのありましたね、があって、うん、これだから当事者はどうなるんやみたいな、うん、そうですよね。
でしかもあのまだ僕その時2003年から1軍に入って2004年だったから、はい、ペーペーじゃん、うん、よく分かんないのよね、はい、仕組みがだからもうついていきますみたいな感じ、はい、選手会にやってることに、うん、でそれで2日ストでしょ、はい、あそんなこともありましたね。そうそう、休んでね、はい、で、うん、あのストしたら、はい、300分の2日休んだじゃん、うん、300分の2給料カットよ、うん、えもうそんな細かく、うん、へえ。だから、はい、もう労働組合じゃないんだよ、はい、だって労働組合でやったら給料カットされたら補填してくれるんでしょ。あ、まあ組合がそうですね、補填してくれるじゃん、多分、はい、俺ら補填してくれないから、はい、もう労働組合じゃないんだよ選手会だから、はい、うん、だってカットよ、きつかったよ、はい、だから150分の1カットされるから、はい、もし1500万の選手だったら10万。おお、それは大きいですね、うん、だから俺はその時2004年3年頑張ってやっと給料上がったから、はい、きつかったよ俺その時2300万だったのかな。いやでもそれだけもらってたらまあ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 って感じじゃないですか。いやでもやっぱり全体の比率としたら、はい、何億ももらってる人が決めてるじゃん、はい、物事を、はい、だからその人たちにとったら、はい、150分の1大したことないかもしれないけど、はい、下に行けば行くほどきついじゃん、うん、でも億もらってる人だと金額も相当じゃないですか。相当だけど、はい、それよりもらってるから別にそれがなくなったところでそれ痛いけど別にね、まあ、別にまあ生活は全然できますよね、うん、はい、ええー、と思って、はい、まあまあ仕方ないかって思いながら、だからあれきつかったなと思って、へでそれで、はい、近鉄とオリックスのだからいいところを最初40人多分オリックスが取って、はい、でその後40人近鉄が取っ、うん、あ楽天が取って、はい、で40人オリックスが取って40人だから、はい、それきついよこと楽天最初、そうですよね、もう本当に絶対負けへんと思ったとか言いながらね、2005年開幕戦岩隈に負けるっていう、はい、で、デイモン・マイナー、アンディ・トレイシー、はい、マイナーっていう選手知らんな、2005年ですね、うん、でピッチャーがラス、はい、こう巨人にいて、はい、まあ打ちやすかったよ、うーん、俺チェンジアップ得意だから、はい、そればっかり投げてくるから、じゃあ打った記憶が、そう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 、でアーロン・マイエット、はい、知らんな、ホッジス、これ多分ヤクルトにいた選手だと思うんだけど、ケビン・ホッジス、うん、でマット・スクレメタで2006年、はい、ピッチャーがライグリーン、だグリーン来た、あ俺の天敵、めっちゃ苦手だった人ですよね、そうそうそう、こっから出世していく、一番最初取ってきたのだから楽天、はい、でも罰なんですよね、うん、そう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 、はい、やっぱ厳しいのよ、はい、評価は、はい、だからなんかあの選手で C だろうとかって言うけど、うん、C でもすごいから、ね、そうなんですよ、 C はね、うん、A よ、はい、ピッチャー評価は ABC は相当高いですよ、うん、だからなんか C っていうとすごい低いように皆さん思われてるんですけど、はい、C は A よ、そうですね、うん、で B が S よ、はい、でも A の中で ABC つけてるような感じですよね、そうそうそう、だから A の上中下みたいなもんよ、はい、そうですね、うん、だから C は A の下っていうだけで、はい、全然だから響きとしてね、うん、C って悪いのかも、 C はえげつないからね、はい、そうですね、うん、だからまあ助っ人外国人だからもう最低レベル A ぐらいやってください世の中の上中下ってことですね、そう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 、うん、だからねちょっと皆さん勘違いしてる、はい、あとねなんでこの選手がこれなんやっていう人いるんですけど、はい、感情入れてないから、はい数字だけで見てますからね、そうそうそう、感情入れたら話ややこしくなるじゃん、うん、だから感情一切入れないから、はい、数字だけ見て、だから思うよ俺も、うん、えこの選手結構頑張ったのに低いなっていう人もいるし、そうなんですよ、で、うん、おこいつこれなの、はい、頑張ってたねっていうのもいるし、はい、でもこれを感情入れちゃうと、はい、もうほぼやる意味ない、うん、そうですね、うん、いや私もえこの選手このランクって人いましたもん、うん、やっぱりでもその、ね、選手のランクを上げると、うん、他の選手ももっと上がるからその選手の立ち位置は一生変わらないので、はい、そうですね確かに順位としては変わらないですよね、そう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 、はい、で、セドリック・バワーズ、はい、投手知らんな、みんな罰ですこの辺、うん、はい、リー・インジェ2006 年がエリック・バレント分からん、罰です、うん、でホセ・フェルナンデス・リック・ショート、はい、だこのホセ・フェルナンデスは西武から来てね、はい、だからホセが GAA、はい、だからロッテ・西武・楽天来ました、はい、あでも楽天でもやっぱりこんなに活躍してるんですね、うん、GAA だからすごいよねホセもいろんなとこ行って、はい、だって韓国行ってきたからね、うん、だからもうグローバルだね、はい、そうですね、うん、だからタフだと思う精神的に、うん、あとリック・ショート、はい、SG こいつ2006年、はい、俺が初めて規定打席これもいったら規定打席到達するなって思った
8月の終わりか9月頭ぐらいにあのさよならのピンチを、はい、でリックがセカンドランナーで、はい、小林正也ヒットを打たれて帰ってきて俺取ったらこのまま突っ込んできたこうやってホームにどうなったんですかそれででバーンと飛ばされたけど取ってて、はい、で、アウトで延長戦へみたいなで引き分けだったのか負けたのか分かんない勝ってはないんだけど、はい、でホテル帰って大丈夫か、うん、大丈夫ですって言ってて、はい、次の日も試合あったのに、ねはい、楽天ででホテルで寝てて、はい、で朝起きるじゃん、はい、起きたら体全く動かないの、もう全身ムチ打ちその1回のドーンなんでうんでもその後延長戦は普通に試合できてんよ、はい、打席もだって、うん、普通に次の日もこのまま動かなくてあれこれやべえなもう起きられないんですか起きられないでも伝えに行かなきゃと思って、はい、動かないってうん でこんななりながら、はい、すいません多分無理ですどうしたんだといやあのもう首も回らなければ体も動かないですもう多分これ多分でかも絶対無理っすって、はい、でもそれやばいなっつって、はい、これ多分もう無理だと思うんですよっつってへでちょっとずつ動けるようになって、うん、いやでもめっちゃ腹痛いって、はい、たら肋骨骨折してて骨折じゃあそこからもう離脱したんですかいや抹消はされなかったけど、はい、多少休んで、はい、でも痛いと思いながらでその後もベンチも入らなくてもいいって、はい、その帰ってきてホークス戦、はい、でボケっとしてたらロッカー でそしたら代打っていけない言われて、はい、試合でへんって言われたのにみたいなでそっからユニフォーム着替えて折れたままやったんですかそんで行ってで篠原投げてきて、はい、ストレートめっちゃ速いなと思って、はい、しかもデージこれどうせスライダー投げてくるからスライダーだけ待っとこうと思って、はい、来て打って2ベースすごいでもめっちゃ痛くていやだって折れてんですよ肋骨そうそうそう、でもその後、まあもういけるかと思って痛いながらも出て指定打席到達したけど、はい、リックのせいで佐藤、大丈夫って言われて、大丈夫じゃねえよって言うんですね、佐藤だって一緒のチームだったからもっとチームメイトですね、うん、一緒のチームだったのにそこまでするかって思ったけどこんなんすマジやばすごいですね、今じゃ考えられないですね、うん、そう、はい、が、はい、SG、はい、SG、うん、すごい首打者取ってるんですもんねそうそう、で、はい、投手が、あ、野手、あ、投手、2007年アダム・バス、はい、ドミンゴ・グスマンリン・オンユ、全員無印。バツですね。無印。打者、ケビン・ウィット、バツ。まあ、ここら辺は、ホセとリックがいるから、うん、まあ、取る必要ないんだよね。取ってないですね、うん、正直。だけですね。で、2008年、あのセキノール、はい、来ます、はい、あの。日本ハムから、うん、D です。D。だからセキノールもすごいね。オリックス、日本ハム、楽天来てるから、ね。そうですね。で、すいません、ページが。で、2008年、グイン、グイン、C。はい、あんまそんな記憶ないけどな2009年、はい、マット・チルダース無印ダレル・ラズナ、ラズナ B ドット・リンデ、うん、ラントですはい懐かしい名前、うんはい、でノムさんに最初ノムさんにぶち切られてんだよねあそうなんですかそうそうなんか、はい、でなんか謝りに行く時にサンダル短パンで謝りに行って、うん、ふざけんなってまた言われたんだよ、はいはい、へえだもう問題多分舐めてきたのよ日本に、うん舐めてきたのに全然活躍できないから、はい、苛立ったんじゃないガーンってやったんですよ、ねうん、全然大したことなかったけどね、うんうん、ガーンってやったからもうあと勇気に当てろって言ってんのに当てないの、はい、あ、唐川投手にですか、うんはい、行けよって、うん、ちょっとそんなね、ついていける人少ないんですって、はい、佐藤さんのそのね、デンジャラスサインに行けよらって言って、はい、全然もう行けよらって言って行かない怖いんですってなんと、うん、そうそうそう、はい、そしてで10年、アンディ・フィリップス、ランディ・ルイーズ、11年、ルイス・ガルシア、ブレッド・ハーパー、ルイス・テレーロ、無印です。みんな野手無印ですね、うん、で投手がモリーヨ、うん、無印、スパイア、D、サンチェス、無印、キム・ビョンヒョン、無印のケルビン・ヒメネス、無印2002年ハウザー C、はい、でダック・ワース無印ダック・ワース無印なんですねダック・ワースはどうですか頑張りましたかあの私的には結構イメージ強いんですけどね、うん、2013年の、うん、でケニー・レイ、はい、無印、はい、ケニー・レイの眼帯のねあそうですね硬、はい、めの
で13年マギー、マリー、アンドリュー・ジョーンズ、はい、マギーが GB、うん、でアンドリュー・ジョーンズ B です。ジョーンズ B なのでしたでしょ、はい、僕の言った、はい、いやそうなっちゃうんですよ、はい、いやそうなんです。でも、はい、野手の ABC はね A はね、うん、もう S クラスだからね。そうですね、うん、でもやっぱそれぐらいが欲しいなっていうところで、だから B もすごいのよ、はい、うん、でもそう、あれって思ったでしょ、はい、だってそれ数字だから。そうなんですよね、これ数字なんですよね。でもアンドリュー・ジョーンズ、はい、日本に来た外国人選手で、うん、99年から20年まで、はい、全部入れたら一番すごいかもわかんない。いや、そうですよね。9年連続かなんかダイヤモンドクラブなんだよね、はい、で俺あの2006年に日米野球あって、はい、野茂さん監督 で、うんうん、でそこ選ばれて行った時に、はい、いろいろメジャーの選手からも道具欲しいって言われてて、はい、で俺とかスパイク欲しいとかバット欲しいとかって言ってメジャーの選手にもあげてたりしたのね。あと交換してたり、はい、でそこで俺メジャー全く分かんないから、うん、誰が有名か分かんないからその関係者の人に聞いてメジャーで来てる中で一番有名なやつ教えてくれって言って、はい、そしたらアンドリュー・ジョーンズやって、はい、すごいのめっちゃすごいって、はい、超スーパースターって、うん、よしじゃああいつのユニフォームもらおうって言って、はい、もらいに行ってきて、しかも見せてくれたじゃないですか。そう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 、あの宝物っていう会がね、そう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 、ありましたよね。ホーム&ビーチャーのやつね、はい、だからあれでもらいに行って、だから今もあるけど、はい、いいなぁ、ジョーンズ本当に来た時ビビったよ、超スーパースターだもんね。そうですよね、うん、でもいい人そうだね。いや、あの打席で常にちょっと笑ったような顔してるんですよ。半笑い顔が、はい、可愛いんですよ、本当。でもめっちゃね、人良さそう。あ、もう人がすごいできてるみたいな、うんうんうん、ね、はい、次、はい、14年エリック・エヴァンス、ニック・エヴァンスですね。あ、ニック・エヴァン、ニック・エヴァンス、ケビン・ユーキリス、ジョン・ボーカー、ザ・クラッツ、ザ・クラッツか、はい、ブラッドリー、トラビス・ブラッドリー無印のブライアン・ファルゲンボーグ D、うん、だってホークスからだからね、はい、ルーク・ファンミル無印、ライナー・クルーズ C、はい、ピッチャーがミコライオ B、 これ広島の、はい、ミコライオ早かったよ広島の時。そうですよね、うんうん、でもまあ楽天でも B ですからね、うん、そう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 、うん、で2016年がジェイブリガム無印、リズ無印、キム無印、ソン A、はい、初の初、そうです、初の A だチャホよかった。でコラレス無印、ハーマン A、 ブセニッツ A、 でシャギは D、 打者は15年ギャビー・サンチェス無印、ペーニャ C、ムリー、ムリーヨ、ムリーヨ、あ、ムリーロかな、ムリーロ、ムリーロ、ムリーロ無印、はい、で、ウィーラーが GA、はい、で、アマダー CC、うん、で、ゴームズ無印、ペゲーロ B、 ペレス無印、クルーズ無印、はい、ディクソン無印、ブラッシュ A のヒメネス無印、ロメロ C、はい、ということで65人、はい、在籍年数は 1.707、はい、まあ、これが高い、これはただ出してるだけで、うん、これよく分かんないんだよね、はい、高いかどうか。そうなんで他のチームと比べないと分かんないです、ね、うん、そうだね。でも2っていうところもあったから、はい、2はすごいよね。うん、そうです ね、 ね、1年でクビだからやっぱ1に1は最低数は1だから、うん、やっぱ1に近づくにつれて特価引っかいしてるってことだもんね、はい。まあ、ただもしかしたら何ヶ月かで帰った方いるじゃないですか、うん、そういうの入れるともしそれも反映させるとあのもっと少なくなっちゃうかもしれないですね。そこまで燃えない、はい、できないですからね、うん、さあということで、はい、参考記録ですけどね、はい、楽天の総得点、はい、こちらです。じゃらじゃん、110点。ね、どうなんでしょうね。どうなんですかね、うん、まあ110点です、はい、あのまあ比較的結構人は取ってんなと思いましたけど、はい、110、まあこれはね、うん、あの全チーム終わって順位出しして最後の下克上タイムで入ってくるんで、はい、ランクインはするので、そうです、はい、何位になるかね、うん、広告期待、はい、ということで楽天編でした。